テンション上げ上げ。はい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。じゃあちょっとまずというかルーラーでセンタービル地下2階に行きます。まあね、エレベーター使っても別にいいんやけど、まあ、確実に。ほんで、まあ今までレジアクセル、レジマリンとゲットしてきて、残る最後の一匹レジウィングをゲットしに行こうと思います。クルガルの天動石を手に入れた。はい、これでこれをゲットしてからルーラで監獄、黒金の監獄とアロイパーク。はい、ルーラでシュッと。ほい、そしてさ、おー、びっくりした。何の音かと思った。ウェイ、妖精の力2倍の効果が発生した。別に発生したところでね、経験値が手に入ったところでねって感じやけど。はい、行きまーす。こっちね。めっちゃ雷鳴るよりやん。もうこの世の終わりやんけ。やべえやべえ。はい。古びた遺跡がある。持っている黒金の天動石が遺跡に反応して光り始めた。マスターズロードについて情報を受信しました。マスターズロードはライドギレットを訓練するモンスターマスターのための設備です。マスターズロードは黒金の天動石を使うことで起動ができます。星6。ランクのマスターズロード、黒金の天動石を使って起動しますか。ほい。アイナは遺跡に黒金の天動石を使った。星6、だいぶ増えたね。やっぱ難しいんかな、めっちゃ。お、なんか続いた道が。ん？続いてないんか。うわ、しかも。え、雷？てか視界悪くね。めっちゃ荒れてね。あ、これか。レジウィング。かわいい。お。すごい。人型じゃない。ペガサスやん、ペガサス。おっしゃ。ガゼンやる気になった。ガゼン。なんかそんな感じの口癖のやつさ、動物の森におらんかった？あの、多分ね、トムソンさんがそうやった気がするんよね。あの、ハッピーホームデザイナーで、私が家を作った、都会的なやつやったような気がする。ん、なんか落ちとるぞ。鉱石の力を手に入れた。やべえ、ここ燃えよるし。あ、待って、どこへ行く私。あ、でも。行ける。おっしゃー。シュンシュンシュン。よいしょ。はい。え、待って待って。回転するやん。ちょ、待ってね、はい。一旦止まって。え、しかもこれ全部燃えるやつやん。やば。待って、向こう側まで行ける？このまんま。え、待って待って待って、回転。え、そこの二つも回転？え、やばない？ちょ、押し。まあ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 、いけるだろう。はい。シュン、シュン。オッケー。で、はい、行くよ。やばかった、今雷当たりよった。はい。ダンスニードル張り切らなくっていいよ。よいしょ。はい。なんか後ろからまた戻ってきそうな気がする。よいしょ。鉱石の力を手に入れた。ああ、びっくりした。ダックスビル。やめてよ。張り切らなくっていいか。結構なダメージだな、今の。あれ？でも一発じゃん。え、攻撃力は高いけど、体力は少ない系の人ですか？人じゃないけど。ほらほら。余裕。ボーナスゲット。幸運の妖精の効果が切れた。あ、そっか、そういえば捕まえとったね。別にいらんけどって。あー、やばい。ちょ待って、ちょ待って。はいはい、一旦ここ降りた方がいいよね。はい。一旦降りて、はい、次。あっちの方向。はい、シュン、シュン、シュン。え、なんかおるんやけど。え、待って待って待って、なんかおるって。え、これ倒さんといかんやつ？マジか、絶対に避けていけれんやつとかおるんや。中ボスかな？もう見た目がなんかね、中ボスですって感じやん。え？弱くね？マジで？え、こんだけでいいとか超弱いんですけど、待って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 。
ああ、危なかった。燃えるかと思った、私。どこに向かえばいい？あっち、こっちか。こっちや。ちょっと待って、後ろ失礼しまーす。はーい。よっしゃー、行った。ぶつからずに行けた。これは、これって確率にひび割れるやつやろ。絶対乗ったらひび割れるパターンのやつやろ。はいー。待って、危ない、怖い。はいはいはい、どっちどっち、こっち？え、ここ雷落ちたりとかせんやろうね。大丈夫か。はい、よかったー。そっちが雷落ちるとこ？ちょっと待って、こっち側。え、待って待って、どこまで雷？え、そこもやん。ダメやって、それ。ここ。はい、オッケー。おっしゃ、来た。おっしゃ、来た。監獄島の地図紙。黒金の監獄島の地図をほとんど解放した者に送られる称号。なるほど。たどり着いた、フィニッシュー。強大な力を持つモンスター、ゴールキーパーの存在を確認しました。ゴールキーパーと戦い、勝利すれば仲間にすることができるようです。ゴールキーパー、レジウィングと戦いますか？ほい。よし。じゃあ、とりあえず頑張って。みんな頑張って戦ってくれ。とりあえず、周りの2匹からやっつけようか。え、別に全員ザって言ってくれてもいいけどね。めっちゃ可愛い。超可愛いんですけど。めっちゃ可愛いんですけど。嬉しい。あんな子にライドできるのか。もう変態じじいみたいなね。周りも結構強いんかな。まあね、空高くにいるモンスターたちは強いね。しみじみと。はい、今行けたかと思ったのに。やめて。混乱とか私嫌いだからやめて。まあ、混乱好きですっていう人もおらんやろうけど。ああ、ダメダメダメ。それ成功した時が怖いからやめようよ。さっきからさ、混乱ばっかり。全然聞いてないからね。いけい！まだ誰も倒れない。ギロギロ。おっしゃ！お！周りの2匹いっぺんに行ったね。イェーイ。それ弱くね。それ弱くね。向こうも弱いな。でもテンション上がってるわ。テンション上げ上げー。さあ頑張れ。多分あとちょっとだと思うんだけど。多分ね。あ、やばい。ちょ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 。いや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 。体力やばいっすよ。体力やばいっすよ。ガンガン行こうぜってしとるけど、多少はちょっと回復してくれてもよろしくってよ。あ、でもやっつけれそう？おっしゃ、いったー。おっしゃ、いったー。よかったね。耐えたね、ガルマザード。おめでとうございます。マスターズロード完全クリアです。完全クリアを記念して、先ほど倒したレジウィングが仲間になります。イエーイ。この辺急激になんか、なんて言うん、事務的な。レジウィングが仲間になった。ヘイ。もちろん名前はレジウィングで。はい、オッケー。別に一つ下げた意味はない。ちょっとミスった。以上で今回のマスターズロードは終了いたしますが、一度クリアしたマスターズロードに再挑戦することも可能です。では、お疲れ様でした。おー、お疲れ様です。アイナはマスターズロードの入り口へ飛ばされた。お、監獄島の、周波者。監獄島の試練を乗り越えた者に贈られる称号。ということで、ライドモンスター。はい、レジウィング。超可愛いんですけど。はい、入れ替えて。オッケー。これで。横から見たらブサイクだな。正面から見たら可愛いのに、あ。ごめんね、ブサイクとか言ったから私のこと落とそうとしたでしょ。ダメだよ、そういうの。これ何なんやろ？飛距離とか伸びたんかな？ちょっとわからんけどさ。まあ伸びてるんだろうさ、きっと。はい。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださって、待て！ちょっと。
と挨拶してんだけど、この上。よし。落ち着ける場所で。はい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。レジウィングいいよ。何がどういいんかはわからんけど、とりあえず可愛いよ。